行け、早く。ああ、またかよ、こいつら。見つけたぞ。マジでヤバいことになってきた。ほんとね、橋の上で日焼けでもすればよかった、うん、バケーションのつもりか。ね、ちょっと来て、これ見てみてよ。それまだ使えたのか。まあね、これ見て。いい？この港の建物だけど、昔この島に来た船はみんなここで荷物を下ろしたのよ。エルドラドの財宝がこの島に運ばれたなら必ずここを通ったはずよ。ちょっと待って、今のは何だ。何？巻き戻し。どれ？そこだ、止めろ。何？ここ？これだ。島から脱出できる。行くぞ。脱出って、まさか諦めるの？奴らは大勢、こっちは二人だ。ここまでやってこられたじゃない。エレナ、サリーがどうなっちまったか忘れたのか？さあ行こう。ここまで来て諦めんのね。情けない。私は残るわ。分かってるのか？シャレになってないんだ。さあ行くぞ。ここはヤバいんだ。それでいいの？エルドラドの財宝もフランシス教もどうでもいいわけ。何言ってんだ。死んだらどうしようもないだろ。死ぬって。分かったわ。でも港を通らなきゃ先には行けないんだから。大丈夫だって。二人ならきっとなんとかなるわ。そう、きっとよ。待て。今回は俺が運転する。了解。わからないわ。なぜこの村が歴史に残されていないの？敵さんのご登場みたいだぜ。よせ、樽を撃て。町全体が洪水で沈んだんだ。援護してくれよ。
あとは入り口を見つければいい。ねえ、呪われた宝について読んだことがある。でもまさかそんな、まさか呪いなんて信じてんじゃないだろうな。これだけは言えるわ、ここでは良くないことが起きた。村全体が突然消えるわけないもの。まあな。他に説明がつく。ありがとう。